久保さん。久保さん。久保さん。あのね、売れました。あの、もう引き取り完了っすね。引き取り完了。さっきね、あの、お,お兄ちゃんが来てね、あの、一緒にバラして、あの、2000円いただきました。2000円。 いや今回はね、あの、久保哲郎との結婚ですね。久保哲郎との結婚。多分ね、僕思うんですけど、あの、まあ、結婚って、その、なんか、神父さんの前で誓いするじゃないですか。久保さんと僕って、あの、誰にも誓ってないんですよね。ね。別に。でも、結婚してないけども、 共に誓ってるっていうね。共に誓い合うっていう、これすごいですよね。共に誓い合うっていう。誓い合うというか、まあ、誓い合うっていう言葉じゃないですね。なんだろうな、切っても切れないっていうか、切れない切、切ろうと思っても切れない感じですね。だからまあ、あの、僕は人生においてですね、大事なことっていうのは何かっていうと、そういうものを一個でもいいです。人でも物でも。 人でも物でもいいんで、一個でもね、あの、一生大切にしたいっていうものを一個あれば、それでいいと思います。だからその、ローランドさんが昔、その、僕見てたんですけど、靴一個なんですよ。で、靴をね、磨いてね、靴は一個で、これ大切に使ってますみたいな、こだわりですよね。んとか、時計も一個だったような気がするな。なんかすげえこだわりがあるんですよね。うん、これは一個みたいな。 でも他はねなんか歯ブラシはなんかあのなんだな毎回買えるみたいななんかその1個の歯ブラシだと汚えみたいなね <laughs> 僕理解できないんですよねと同じ歯ブラシもう1回使うって理解できないんで使い捨て歯ブラシですみたいなそこは買い替えるのかそれは毎日買い替えるのかみたいなねでも靴はね磨いて丁寧にね1個っていうねこのギャップ面白いなと思うんですけど <laughs> なん,かなんか人生において本当に大切なものを一個でも見つけられたら生きててよかったと思えると思うんですね。で僕はあの本当にそのこれからいろんな人との出会いっていうのはあると思います。久保さんもいろんな人との出会いあると思いますけど本当に久保さんしかいないと僕は思ってますし、このやりとりがずっとできるのは。ねうん、それはまあお互いにもう確信でしかないと思います。いや本当に。これ何なんですかね。 魂が繋がってるんですかね、もうもはや。魂、運命共同体みたいなね <laughs>。なんか何なんですかね、もう。300%、1000%、もう本当にこのやりとりはなくらんないと僕はもう確信でしかないですね。誰になんと言われようと、多分死ぬまで続きますね。やばいですよ。で、これ死ぬまでやるじゃないですか、久保さん。多分ね、死んだ後にね、価値が生まれるんじゃないかな、という、この億万長者シリーズは。 伝説、多分ね、YouTube 界で伝説になると思いますよ、この億万長者合宿シリーズ。いや、本当に。僕はそう思ってますね。だって、いないもん。絶対。言い切れます。これを2、30年ね、あと続ける。まあ、久保さんが何歳まで生きるか分かんないし、僕も何歳まで生きるか分かんないですけど、平均寿命は80まで生きるとするじゃないですか。ということは、僕、あと40年ありますからね、80まで。で久保さんは30年か。だから。 まあ久保さんが80になってもこれやり取り続いてると思いますからね。久保さん多分80になっても動画撮れるでしょ。ね、で、逆に言うと、まあ久保さんが先に、僕の方が先に行きそうですけどね、久保さんが先に行っても、いや久保さん、動画送られてこないじゃないかと。<laughs> っていう動画をね、撮ってるかもしれないし、それは,そ,れはまあその先30年後とかは、まあ、分かんないですから、それなってみないと分かんないけど、多分ね、なんか伝説になってると思いますよ。 死んだ後ピカソの絵みたいなね死んだ後億万長者合宿っていうねあのー、これを見て多くの人たちがなんか気づき発見があるんじゃないかなと30年後で、ね、<laughs> 死んだ後死んだ後に価値が出るっていうねうだ億万長者目指したいっていう人は多分このこれを擦り切れるほど見るかもしれないですね擦り切れて見てもあの見切れないほどあるっていうね すごいものを残せますね、うん、久保さんすごいものを死ぬ前に残せますねもう確定ですねい <laughs> ってらっしゃい